はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回はまず自分で仮説を立てる、考える大切さについて話をします。自分で考える仮説を立てるってことは、自我を持つってこととつながります。自我っていうのは自分らしさで、自分らしい生き方なんて言い方もしますから、もう人生に直結していくことなんですよね。自分らしさを求めて、その結果として物販始める、副業をやる。でも、その物販や副業の中で自分で考えない、言われたことしかやらない、何かしらアドバイス受けても自分の今までの生き方のスタイルをガンと変えようとしない、ガンとして変えようとしない。で、その結果、自我っていうのは以前の自分らしくないと思っていた生き方の自我をただ引っ張ってるだけで、自分らしさ、自分の本当の自我っていうのを作ることができないと思うんですよね。組み替えることができないんですよ。だから意味がなくなっちゃうっていうことがありますから、そこは自分も含めてね、常に何かしら新しいことに取り組んで自分らしさを追求する際には、今までの自分らしさ、自我っていうのを打破する必要があるし、今後自分の生き方、まず自分で考えて仮説を立てて、自分自身で自分自身の自分らしさを考えるっていう練習を積んでいく必要があると思います。商品リサーチやってなかなかうまくいかなかったりだとか、物販やってみて思ったよりも鉄板に行くまでに時間がかかっちゃった際に落ち込む人って結構多いというか、みんな落ち込むと思うんですが、私はそこで落ち込む必要ないと思うんですよ。唯一いけないのは、そういう状況になった時に落ち込むって、そのことが一番いけないのであって、落ち込む必要はないと思うんですよね。自分らしさはこうだ、自分の理想はこうだって言ってたのと現実にギャップがあったってことですよね。要するに自分のことをきつい方では過信してたっていう証拠が出てきたんです。だからその事実っていうのを受け入れて、じゃあ自分が本来こういうやり方をしたかったって、そっちに行くにはどうすればいいのかっていうのをアドラの三角柱的に考えていって、一つ一つ穴埋めをしていくというか、自分の本来の方向、自分の本来の姿に近づいていけばいいだけじゃないですか。本当自転車と同じで、初めいきなりスンって自転車こける人いないんですよ。補助輪外してこんなヨタヨタして転びながら、何がいけなかったんだろうって子供ながらに考えながら、バランスだとかいろいろ自分で修正していって自転車乗れるようになったわけじゃないですか。それと同じように、やっぱり新しいことにしろ、今の少なくとも今までの生き方とは違う方向に進んでいくのであれば、今までの考え方も含めて変えていく必要がある。で、変えたくないんだったらそれをやる必要がそもそもないわけじゃないですか。物販も副業も変えたいから始めたんだから、変えないで進むっていう選択肢はもう胃の一番に捨てちゃっていいものだと思うんですよね。今までの生き方っていうのは慣れてる生き方だから居心地はいいんですよ、コンフォートゾーンって言って。でも、そっから自分の理想の方向に進んでいくときは、初め慣れてないこと、ドキドキすること、うまくいかないことっていうのも一個一個できるようにして成功体験積んでいかなきゃいけないわけなので、その根っこっていうのがやっぱり礼節やマナーだったり、コミュニケーションスキルだったりだとか、まず自発的に自分で考える、仮説を立てるっていうことだと思います。自分も今の生活に対して卑下していることは何一つないですけど、もっとお金あった方が嬉しいし、あと収入が10万円増えたってことは、今と同じ生活を保ったまま広州にも一部屋借りて、で毎月1回広州行くっていう生活もできるって話だし、本当にちょっとしたお金の今でも満足だけど、今よりももっともっとより良いものっていうのを求めるっていうのは我々の差がだと思うし、そういうものを追求してから人生楽しくなると思うんですね。死ぬ直前に、あれをしとけよかったって言って後悔するのが一番嫌だなっていうふうに個人的には思うんですよ。英語だと I should have done that とか I should have done 何々って言うんですけど、何々しすべきだったのにしなかったっていう自分に対する悔やみが一番気持ち悪いなと思って。ただその答えっていうのも別に決まった万人に共通したこういう生き方をすれば正解ですっていうのはないですから。今回の話まとめます。我々っていうのは仮説を立てて自発的にまず考えてから質問するっていうスタイル、もしくは自分でネット検索で調べてある程度の過程を設けてからいろんなことを誰かに教えを請うっていうスタイルが、正直コンサルティングをやっている方であっても大切だと個人的にはすごく感じます。で、それは自分がいちいち質問に答えるのが面倒だとかそういう話じゃなくって、自分らしさを追求していく大切な要素である自分で考えるってことがいつまで経っても身につかなくなってしまうからなんですよね。それってその人にとっても不幸だし、自分にとっても非生産的になってしまうわけじゃないですか。不毛になってしまうわけじゃないですか。だから長い目で見て長期的に考えて、お互い不幸になるようなこと、お互い非生産的なことっていうのは良くないなっていうふうに思っています。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。